森脇浩治、森脇浩治、森脇宏史、1960年8月6日隊は、兵庫県西脇市出身の元プロ野球選手、内野手、野球指導者、監督、野球解説者、オリックスバファローズ元監督、中日ドラゴンズ元一軍内野手美走類コーチ、元一軍野手チーフコーチ、1996年に、 福岡大英ホークスで現役を引退してからは、同球団で、コーチや二軍監督、後継球団の福岡ソフトバンクホークスで、コーチや一軍監督代行、読売ジャイアンツで二軍コーチを歴任。2012年に、チーフ野手ン内野守備総類コーチとして入団した、オリックスバファローズでは、一軍監督代行を経て、2013年から2015年8月31日まで、 一軍監督を務めた。2015年9月1日から2016年10月31日までは、オリックスのシニアアドバイザー、SA として活動。2017年からは、中日ドラゴンズの内野守備走塁コーチを務め、2018年からは、野シチーフコーチを務める。1978年のドラフト2位で、近鉄バファーローズに入団。2、加藤英治。 大原哲也との2対2の交換トレードで福井康夫と共に広島東洋カープに移籍。その後、シーズン途中に永田利則と共に西山秀治金銭との交換トレードで南海ホークスに移籍。当時、南海の遊劇種のポジションでは小川文、中尾明雄、言上谷博坂口先生など何人もの似たタイプの選手がレギュラー争いをしていた。 5月から、主に遊撃手として起用され、同年は65試合に先発出場。よくは低迷するが、2は2類種、3類種を兼ね、ユーティリティプレイヤーとして、活躍、自己最多の70試合に先発した。その後も、準レギュラーとして起用され、1990年頃から、藤本博士、湯、神谷、小川との4人、4人とも名前読みが、 広志で内野を守ることがたびたびあった。2は、藤本広志が一塁一種に回り、その後継として、開幕から三塁一種として起用されるが、打撃の低迷もあって、シーズン後半には、若いはじめやすに定位置を譲る。2は、松永広美の入団で、出場機会が減り、限りで現役を引退した。堀の深い端正な顔立ちで、 広島二軍時代から一部で非常に人気が高かった。球界の草刈正男と呼ばれ、漫画家の真柴ばひろみは自作の登場人物に森脇浩治と名付けたこともある。現役時代の応援コールには森脇、森脇、男前、というものもあった。ホークスの監督代行を務めていた時期にメディアへの露出が増えたことから、再びそのマスクが注目を集めている。 からはホークスの内野守備、総類コーチ、からは二軍コーチ、から、からは一軍内野守備、総類コーチ、また2006年はチーフコーチ県人、からは二軍監督兼内野守備、総類コーチを務めた。ノックの技術は球界屈指とされ、当時の大貞治監督も、ノックだけでメッシュが食えると評している。あるテレビ番組のコーナーで、ここ、 通常の右打席から打って三塁線のフェアーの打球をサンバウドさせイアフェンスの社の広告のバツの文字に当ててくださいと注文された森脇はいとも簡単に言われた通りのノックを披露してみせた。のシーズン開幕前に大貞治監督が WBC 代表監督としてチームを離れていた間監督代行としてオープン戦の指揮をとり7月6日からは 王監督の遺願手術に伴う、休養のため、ソフトバンクの監督代行を務めた。リーグ優勝を逃したことについて、残念、罪の意識すらあると語った。あくまでも肩書きは監督代行、チーフコーチ兼内野守備、総類コーチであったた、王監督休養後も、攻撃時には三類コーチボックスに立ち式していた。南海ホークスの選手だったこともあり。 森脇が審判に抗議している時などは、南海時代の応援歌などが演奏されていた。は、秋山康二の総合コーチ就任に伴い内野、守備走塁コーチに専念。は、監督に昇格した秋山の下でヘッド圏内野守備、走塁コーチを務めたが、11月24日に、組織の活性化を理由に、大石大二郎と入れ替わる形で解任された。周期キャンプでも指導し、 秋山とも、翌シーズンの話をしていた佐中の解任に対し、森脇は、今回の例は、自分で最後にしてもらいたいと発言した。彼は、J スポーツ、NHK 福岡放送局、本数契約、RF ラジオ日本、本数契約の野球解説者を務め、2月8日から、ソフトバンクの編成アドバイザーとして、契約を結んだ。は、 読売ジャイアンツの2軍内野守備、総類コーチに就任したが、1年限りで退団。からは、オリックスバファローズのチーフ野手兼内野守備、総類コーチを務める。チームの再開確定後の9月25日、監督の岡田昭信の休養に伴い、同日から10月8日の最終戦まで、監督代行として試合指揮を取り、7勝2敗の成績を残した。10月8日に、 オリックスの一軍監督へ正式に就任することを発表。二軍監督並びに一軍の監督代行として指揮を取ったことはあっても、正式に一軍の監督となるのは初めて。同日のソフトバンクとのシーズン最終戦、ヤフードーム後に監督就任の記者会見を行った。会見の席では、悔しい思いを二度と味わわない。そして、何よりもファンの方にも味わわすわけにはいかないという。 気持ちを一つにまとめ、プロフェッショナルな意識を持っていきたいと意気込みを語った。2013年7月28日の大西部戦で、リオハルの空振り三振をめぐる抗議で、急進、西本金次への暴力行為でリと共に退場処分となったリは、侮辱行為。森脇は、初の退場処分。監督代行は、ヘッドコーチの福良純一が務めた。この年は5位に終わる。2は、 シーズンの開幕から上位を走ると前半戦を首位でターン。8月24日には監督としての契約を2016年のシーズン終了まで延長することで合意に達したことが球団から発表された。公式戦では終盤にソフトバンクに逆転されて優勝を逃すも首位とゲーム差なしの2位で終了。チームとしては2008年以来6年ぶりに クライマックスシリーズへ進出したが、ファーストステージ1勝2敗で、シーズン3位の日本ハムに敗れた。2は、トニブランコや中島博之などの獲得による大型補強でシーズンに臨んだが、開幕から4連敗を喫した。さらに、大型補強で獲得した選手や、投打の主力選手に、故障や不審が相次いだ影響で会に低迷。 19勝34敗1分けで迎えた開幕54試合目の対広島戦5月31日に敗れたことで自力でのリーグ優勝の可能性が消滅した6月2日には成績不振を理由に休養することや福良が監督代行に就任することが球団から発表された8月31日付で監督職を正式に退任2015年9月1日付で 大木明、中村勝弘に次ぐ、球団史上3人目のシニアアドバイザー、SA に就任。SA への就任後は、チーム編成、運営に関するアドバイスを、球団のフロントへ伝える傍ら、野球評論家として活動することもあった。福良が一軍監督へ正式に就任したに、10月31日付で、SA としての任期を満了することから、同職を退任。 11月1日からは、オリックスブルーウェーブ元投手の長谷川重利が職務を引き継ぐ。2017年シーズンからは、中日の一軍内野守備総類コーチとして現場に復帰。また、この年から監督に就任する森重和を支えるため、ヘッドコーチの仕事もこなす。2016年11月1日から、名古屋球場での周期キャンプへ合流し、 コーチとしての活動を指導。2017年8月13日の対東京をヤクルトスワローズ戦は森重和監督が使用のため試合途中でベンチを離れるため3回から監督代行を務め、その試合はチームを勝利へと導いた。2018年シーズンからは新設の一軍やシチーフコーチに就任することが発表された森の監督退任に伴い、 自身も退任し、森さんの力、ドラゴンズの力になるために全力を尽くす形で、やってきた監督が退任されるので、一連卓章ですと述べた。甲子園優勝投手として、成り物入りで入団したものの、投手から野手にコンバートして苦労していた、金村義明は、同じ野手という立場ながら、守備を指導してくれた恩人として、森脇の名前を挙げている。 広島時代のチームメイトだった津田久し美とは、無二の親友であった。津田が脳腫瘍に侵されて、現役を引退し、晩年に福岡市内の病院で、闘病生活に当たっていた時には、積極的に周辺の世話を行い、津田に対して、俺の年俸を半分にしてでも、お前を現役復帰できるように球団に掛け合ってやると、励ましていた。また1993年に、 大英球団職員の女性と結婚し、披露宴を挙げた際には、他会した津田の席も用意して、キャンドルサービスを行った。2000年に放送された津田の生涯を綴ったドラマ、最後のストライクでも、親友役として登場し、森脇役を石黒健が演じた。非常に研究熱心で野球の知識が豊富な人物であり、野村克也からは、当時自分が、 楽天の監督をしていて敵である立場にもかかわらず、批判覚悟で質疑をしてくることが何度もあったと著書の名称の件監督受難時代に必要な資質に書かれており、野村とは友好関係だったようだ。野村は、落合と森脇は自分と野球の話ができる今の球界では数少ない人物であると述べており、森脇がオリックスの成績を上げたにもかかわらず、 翌年球団が見当違いな補強をしたため迷走し監督を休養することになったことを上記の著書で惜しんでいた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。